ターのリーブスをお聞きいただきました、はい、いただきました、はい、ここでですね、皆さんに悲しいお知らせが、はい、ありがとうございます。嬉しいお知らせが川口くん、さようならということですね。いたそうなんです。ボックスワンというグループは本当は5人なんですかね。そうなんです。で、ボイスパーカッションのない曲というのも結構ありまして、はい、そうですね。で、今から少しだけそういう曲を歌おうかなという次第でございます。ございます。はい、それではいきますか。そんな感じでいいですか。はい、大丈夫ですか。はい、はい、それでは、ではまず聴いてください。ピュアリマシでしょうというと、なんかもうアレンジ集の、ま
まあ、本というものがね、なんか3年前4年前ぐらい発売されまして、その中に、由美子さんが、楽譜提供してくれっていう依頼を受けて、でその時の、まあ、お題がね、お題がね、ボックスさんに書くんだったらっていうことで、ボックスさんをイメージしながら由美子さんがアレンジしたという。そうですね、その時はもう解散しとってね、歌えへんから、なのでいくらボックスさん博士でも歌ってるのは聞いたことがないでしょう。そうですボックスさんは歌ったことありません。多分ないです。多分ないね、きっとね、うん、という曲をお送りしたいと思います。はい、ちょっと一つ業務連絡大丈夫ですか。いいですか、川口録音するの忘れた俺。はい、それでは、やばすぎる、お聞きいただきたいと思います。Yeah.
はい、こちら宇野系お聞きいただきました。